All right, this is it. Dragon Ball Heroes Dokkan 2024. Are we going to be getting the final celebration? Are we going to get Royal Blue Gogeta, Super Saiyan 4 Kaioken, Dokkan Fest, LR, everything? 皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルプロデューサーのゲッピーです。今回は今年のスーパードラゴンボールヒーローズコラボ記念キャンペーンについて最新情報をお届けいたします。まずは今年のキャンペーンについて詳細をご紹介する前に皆様にお知らせがございます。Before going into this year's campaign details, we have a message. 思いますが、スーパードラゴンボールヒーローズがサービスを終了し、ドラゴンボールスーパーダイバーズという新筐体が稼働いたします。They're talking about divers. それに伴い、ドッカンバトルとスーパードラゴンボールヒーローズのコラボは今年が最後になりますが、これまでのコラボキャラクターが This is the final year. 極限 Z 覚醒などによる強化は引き続き予定しておりますので、そちらも楽しみにお待ちください。They will still continue to ease A characters, but this is the final celebration for heroes. まずは今年のキャンペーン期間についてです。キャンペーン開始は11月6日を予定しており、November 6th is when the hero celebration starts. 極限 Z 覚醒などを開始いたします。一部のイベント動画者は、そこから少し日にちを空けての開催予定となります。まずはイベントを楽しんでいただきつつ、ガチャの開催をお待ちください。続きましてイベント情報のコーナーです。I'm so sad. スーパードラゴンボールヒーローズコラボが最後ということもあり、This is the last Heroes collaboration. 暗黒帝国編、宇宙騒乱編、宇宙創生編、そして新たに新時空大戦編、時の海洋神編からイベントやキャラクターを用意しております。Space Time War Cut. スーパードラゴンボールヒーローズコラボ記念ミッションになります。Oh, it's Yamcha's girlfriend. What's her name? ではガラス族の女戦士、国威の女戦士を仲間にすることができます。こちらのキャラクターの覚醒メダルは物語イベントスーパードラゴンボールヒーローズ宇宙騒乱編で入手できますので物語を追体験したら国威の女戦士を強くしてみてください。続きましてこちら物語イベント Oh no. スーパードラゴンボールヒーローズ We're getting one winged No not one winged Two winged angel FU 実装した宇宙創生編に続く物語イベントとなり、okay. So this is the new story event Space Time War They're also going to be doing the Kai War. I think. 合わせて物語を楽しみください。次に新校内のイベントについてご紹介いたします。All right, new high difficulty event. 今年は新しく校内のイベント、スーパー Special Battle, スペシャルバトルを開催いたします。Defeat enemies, get fancy wallpapers. But there's that fancy new Demigra that I was talking about. 敵として登場するイベントとなります。ステージ1では長兄キャラクターが。ステージ2では極兵キャラクターが登場いたします。2つのステージをクリアすることで、特別な神々を入手することができますので、これまでに育成してきたキャラクターや、この後紹介する新キャラクターを生かして、コラボの集大成となるこちらのイベントにぜひ挑んでみてください。それではお待たせいたしました。新キャラクターの発表をさせていただきます。All right, here we go. 今年のコラボにおける新キャラクターはこちらの答えとなります。闇を払う No! No! 僕宇宙人パワー隔絶 Are you kidding me? フュー少年期ドキドキ完全 Goku Blue Space Tree Power 先天者 Ios We're getting Ios? We're getting... Okay, these are cool. Ios, Demigra, Dark King Demigra, and... That's Bardock, right? Super Saiyan Bardock? 今回は一部キャラクターの演出もこのまま紹介させていただきます。どうぞ。There we go. Okay, Ios's animations. Oh, that's cool. Ios used Stopza. Of all the characters, we get a Goku. I know I seem like I'm hating right now. I kind of am. I just wanted fusions or something different. Oh, that coloring was weird, though. To be fair, though, he's a differently named character. His aura is... What? What?
that come from? スーパーサイヤ人ゴッドエセス孫悟空宇宙。Is that a Link Super Attack? 新時空対戦編の名シーンをドッカンバトルで再現させていただきました。次に性能についてまだ詳細をお伝えすることはできませんが、ここまでご視聴いただき、oh, no details yet. 特別に少しだけお伝えさせていただきます。今年は最後のコラボキャンペーンとなることもあり、新キャラクターのパッシブスキルからドラゴンボールヒーローズカテゴリーの条件を除かせていただき、クロスオーバーカテゴリーやその他のカテゴリーでの条件を付与しております。コラボ期間中には新キャラクターや、I know there's some stuff I'm missing here. と編成していただくこと、またコラボ期間が終了した後もミッションによって各キャラクターを使い分けていただくことの2点を目的に性能を調整いたしましたので、コラボ期間が終了した後も、We've adjusted the performance 編成して楽しんでいただけますと幸いです。性能の詳細につきましては、ガチャ開始日が近づいたタイミングで、X やゲーム内お知らせなどでお届けいたしますので、We'll find out the details on social media soon. Okay. 最後に復元デッド覚醒に関する情報です。All right, Extreme Z Awakening information. 今回のキャンペーンで覚醒するキャラクターはこちらの9体になります。9 Easy A's. Damn. There you go. Yeah, all the ones we were expecting. God, Trunks though, that's crazy. スーパーサイヤ人ゴッドトランクスゼロになります。リーダースキルですが、ドラゴンボールヒーローズカテゴリーの HP、アタック、ディフェンスが 180% アップとなります。また、必殺技の効果で 180% Dragon Ball Heroes lead? 大幅上昇いたします。次に、パッシブスキルです。Yeah, I can't go over all that right now. カテゴリー条件が1つ追加され、ドラゴンボールヒーローズ、または時空を超えし者カテゴリーのうち、体数が多いカテゴリーの味方1体につき、自身の記録プラス1、アタック、ディフェンスが 50% アップとなります。I hope at least God Trunks is good.The Easy A's are going to continue. Like, they were saying this is the final celebration for heroes, but the Easy A's will continue. So, that means that other characters in the future will eventually get upgraded. So, that's the good thing. また、必殺技発動時には、アタックとディフェンスの上昇に加え、超高確率で会心が発動いたします。そして、チーム全員がドラゴンボールヒーローズ、または時空を超えし者カテゴリーの時、2回の追加攻撃をし、高確率で必殺技が発動いたします。次に、異世界の冒険、パンチのパン、she's gonna be really good too。リーダースキルでは、170% for crossover。HP、アタック、ディフェンスが 170% アップとなります。そして、必殺技効果では、アタックとディフェンスが大幅上昇いたします。また、パッシブスキルですが、常時アタックとディフェンスの 140% アップに加え、必殺技発動時にはさらにアタックとディフェンスが 70% アップいたします。またカテゴリー条件を変更し、クロスオーバーカテゴリーの味方全員の気力をプラス3、アタックディフェンスを 40% アップ、ドラゴンボールヒーローズカテゴリーを含む場合はさらにアタックとディフェンスが 20% アップいたします。回心率と回避率は超高確率となり、回避するたびにその単中さらにディフェンスが 70% アップいたします。また、攻撃参加中のクロスオーバーカテゴリーの自身を除く味方1体につき、さらに自身のアタックとディフェンス 70%。Final celebration, so I don't think any more new characters, but they'll easy the older ones. 紹介させていただいた2キャラクターは、カテゴリー。Again, my translations are very rough and terrible, so this is just a reaction video. We'll do a breakdown after we go over everything afterwards. お知らせにて情報をお届けいたしますので、そちらもぜひご覧ください。皆さん、いかがでしたでしょうか？こちらで本日お伝えしたかった情報は以上となります。冒頭でもお伝えした通り、スーパードラゴンボールヒーローズコラボ記念キャンペーンは As I mentioned, this is the final one. ただこれまでに登場してきたコラボキャラクターについては、今後も極限ジェット覚醒などの施策を適切なタイミングで実装していく予定ですので、こちらも楽しみにお待ちいただけますと幸いです。 Hopefully you guys enjoy that. それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。Please tell me there's more. I mean, I am sick, so I can't react, but I'm not gonna lie, I'm a little butthurt. Super Saiyan God SS Son Goku, 宇宙獣パワー。I'm still excited for the new characters.
Fu 少年期。 And I gotta say, my Mega Man senses are tingling with this one. This looks like a Mega Man character. ドキドキ感じる。 But yeah, the new, like the newest one being that is kind of bumming me up. But these are cool. Like, a new Demigra is cool. Ios being in the game is cool. Super Saiyan Bardock, or I guess Super Saiyan Masked Saiyan, right? 暗黒ドラゴンボール強化です。 Hmm.No Dokkan Festival, no LR. Goku is going to be called a Space Power Tree Absorbed or something like that. So his naming is going to be different. But I do think that this looks really cool. So, yeah. Alright. What a way to end the hero's line of characters. Hmm. You get 9 easy A's though.That's cool. Look at that. Look at this. Look at this. These are all going to be good. This guy is going to be fantastic on Lord Slug's team. I predict she's going to be very good. These two are going to be great outside of heroes because they boost up Goku's family and Vegeta's family. So, yeah, I'm full on cope right now, but...